変な人見たら助けてって言うよ。わかった？はい。そうした中、日田市のこども園で行われたのは不審者への対応を学ぶ訓練。訓練では園児たちが園の外にいた不審者役の警察官を見つけ、職員に危険を知らせました。その後、職員がさすまたを使った防犯方法を学んでいました。怖い、なんかおじちゃんとか来たらどうするの？逃げる。逃げる？大きな声とかで助けてっていう。急に現れた時に距離を取るっていうのがかなり難しくて、そこをちょっとどういうふうにするのかっていうのがすごく自分たちも課題になりました。園は今回の訓練を踏まえ、不審者の対応マニュアルを見直し、さすまたの使い方などを加えるということです。